よう。孫さんに技を教えてもらった。本当？よかった。やっぱりあの鶏は技のための特訓だった。そう。それでどんな技？鉄山鋼っていう技だ。鉄山鋼？ああ、八極拳の奥義の一つだそうだ。そう、よかった。これで木仙のあいつを倒せる。うん、遠心さんも助けられる。ああ、あのゴロツキを倒すことができたら、ん？父のことを聞き出せるかも。そうだな。村の石掘り師を襲ったのはあいつらだ。きっと何かを知ってる。うん。よし、遠心さんを助けに行こう。ええ。出てこい。たく、懲りねえ奴らだぜ。エンシンさん、シェンファー。ん？お前を助けに来た間抜けがゆっくり痛められるところを特等席から見せてやるぜ。シェンファ、離れてろ。しな。しゃ。し、止まれ。おりゃ。どうした？そら。誰に頼まれた？知らねえ。俺は何も。
誰に頼まれた？知らねえ。俺は何も。こいつを頼みます。ああ。おい。はっ、ガキが偉そうに。俺様に勝てたからっていい気になるなよ。何？貴様。おうおう、今日も可愛い姉ちゃん連れか。いいご身分だな。リョウ、口車に乗ってはダメ。ああ、分かってる。ふん。お前に聞きたいことがある。はあ？なんでこの俺様がおめえみてえなガキに尋問されなきゃいけねえんだ。諦めなさい。もう逃げられないわ。おい、答えろ。何が狙いだ？なぜこの村を襲った？なぜ？さあな、なぜだと思うよ。こっちが聞いてるんだ。ああ、ガキが生きがってんじゃねえよ。なんだと？リョウ、乗せられてはダメ。わかってる。クソ。そっちの姉ちゃんの方がよっぽど肝っ玉が座ってら。貴様。リョウ、お前のボスは誰に命令された？ボス？さあな。言わないつもりか？んなことはいはい答えるバカがいるとでも思ってんのか？クソ、言わないつもりならお前を痛い目に遭わせてもいいんだぞ。はっ、俺様を拷問しようってのか？答えないというのなら。リョウ、シェンファ、脅すのはダメ。しかし。それではこの人たちと同じ。そうだな、シェンファの言う通りだ。けっ。でも一体どうすれば。お前は何者だ？俺様か？見りゃわかんだろう。何？見ての通りのゴロつきさ。けっ。ふざけるな。お前はどこから来た何者なんだ？ガキが偉そうに聞いてんじゃねえぞ。なんだと？知りたいなら教えてください、お願いしますだろうが。こいつ素直には答えてくれないみたいね。くそ。エンさんを知っているか？エン？誰だそりゃ。石堀氏のエンさんだ。私の父よ。さあ、そんなやつは知らねえ。お前たちが落としたんじゃないのか？落とした？あのバカ。なんだと？あ、いや、なんでもねえよ。何？あなたたちはその名簿に書いてある石堀氏を襲った。そうなんでしょ？どうなんだ。石堀に用なんかねえよ。その紙切れも知らねえし。本当に？知らねえもんは知らねえ。リョウ、みんな外で待っていてくれる？シェンファ、すぐ終わる。私に任せて。ああ、わかった。おい、俺様も舐められたもんだぜ、こんな小娘。
シェンファ。シェンファ、入るぞ。シェンファ、一体何が？全部話してくれるって、この人。そうか。よし、話してもらうぞ。さあ、答えろ。お前は何者だ？俺はガンローってんだ。何の取り柄のねえただのゴロつきだよ。こんな姉ちゃんにやられちまうとは。大したことない。ち、煮るなり焼くなり好きにしやがれってんだ。開き直ったな。たく、とんでもねえ姉ちゃんだぜ。それにしてもシェンファは一体何を知りたい？じゃあもう一度。勘弁してくれ。シェンファ、ハッカソンに来た目的は？また同じ目に会いたい？いいえ。なら話せ。最初は何とかって石の鏡を探せって命令だった。だけどそんなもんどこにもなかったぜ。石掘り師を襲ったのは？それは話さない気？話すってばよ。続けろ。鏡はねえって報告したら、今度は石掘り師をさらってこいって。やっぱり私の父を。エンさんをさらったのか？エン、ああ、確かそんな名前もあった。なんとかって石を掘る特別な石掘り師だ。東が緑石。父はどこにいるの？奴らに引き渡した。どこへ連れて行ったんだ？それは知らねえ。本当だ。俺たちのアジトは利口沿いの町にいくつもあるんだ。そのどこかは知らない。そんな、まさかエンさんに怪我をさせてないだろうな？それは大丈夫だ。五体満足で引き渡せって命令だったからな。お父さん、ハッカソンに来た目的は？また同じ目に会いたい？いいえ。なら話せ。最初は何とかって石の鏡を探せって命令だった。だけどそんなもんどこにもなかったぜ。石掘り師を襲ったのは？それは話さない気？話すってばよ。続けろ。鏡はねえって報告したら、今度は石掘り師をさらってこいって。やっぱり私の父を。エンさんをさらったの？エン、ああ、東が緑石。父は奴らに引き…どこへ連れて行っ…それは俺たちのアジトは利口沿いの町にいくつもあるんだ。そのどこかは知らない。そんな、まさか、エン…五体ま…お父さん、お前に命令したのは誰だ？あの猫背の不気味な男か？違う、俺たちはもっと上の連中に命令されてきたんだ。そのもっと上の連中というのは？知らねえ。なんだと、とぼける気か？いや、本当に知らねえんだ。そんなはずがあるか。まだ足りなかったみたいね。本当だよ。命令された時だって顔を見ることも許されなかったんだ。何？命令を聞かなきゃ俺もゴミみてえに始末される。あのスキンヘッド野郎は監視役だ。俺たちを見張ってやがる。あいつは私有門なのか？詳しくは知らねえ。俺たちが聞くなんてできねえ。ただ言われたまま鏡と石掘り師のことを調べ回ってただけだ。あいつに何を教えた？花橋のことさ。え、花橋？どうしてそれを？花橋？花橋の何を知ってる？さあな、知ったことかよ。どうせ俺はもうアジトに戻れねえんだ。あとは野となれ山となれだ。貴様、
どうしても知りたきゃ、ばあさんに聞いてみるんだな。ばあさん？ヨーばあさん？ああ、そんな名前だったかな。ばあさんが心配なら急ぐんだな。え？どういうことだ？あのチャイってやつ、今頃ばあさんのところで何をしてるやら。あいつ、自分の欲しいもののためだったら平気でひでえことしやがるからな。くそ。リョウ、ヨーばあさんのところへ。